こんにちは、ルウェインレスナーです今回は NC2 オン Azure のアーキテクチャについてお話しますこの動画は他の NC2 オン Azure 関連動画で紹介されているデプロイ、リザスタリカバリー、リフトシフトによる単純移行ミュータニックスムーブによるミュータニックス以外の環境からの移行などを理解するための前提知識として役立つ内容です NC2 を利用するメリットの一つは お客様の既存の Azure 環境内にニュータニックスクラスターをデプロイできることです前提としては Azure VNet が必要ですこちらは PRISM セントラル用そしてこちらはクラスターマネジメント用の VNet です今回の例ではこのクラスターマネジメント用 VNet がベアメタルノードのデプロイ先ですこのサブネットは Microsoft. ベアメタルスラッシュ Azure ホステッドサービスに委任していることがわかります Azure では v ネットごとに一つのサブネットしか委任できませんこれが二つの v ネットを作成している理由ですこの委任によって私たちのサービスはベアメタルノードの情報を取得しネットワーク設定を行うことができます PC マネジメント v ネットにはオーバーレイネットワーキングを展開する目的でスケールアウト構成のプリズムセントラルを展開しています クラスターを構成し、ノードを配備します。これが完了したら、プリズムセントラル用に追加したサブネットを、こちらのクラスターのプリズムエレメントに追加します。これらの IP をプリズムセントラルのスケールアウトに使用できるようになります。プリズムセントラルが稼働したら、オーバーレイネットワーキングの前提条件であるプリズムセントラルのマイクロサービスプラットフォームを有効化し、その後、オーバーレイネットワーキングをセットアップします。 オーバーバレイネットワーキングによりゲストトラフィック用に複数のニュータニックス v p c をデプロイすることができますこのフローゲートウェイ VM を経由してノースバウンドとサウスバウンドの接続を行いますこのフローゲートウェイ VM はネイティブの Azure リソースで可用性も高くもしもダウンしてしまった場合は別のフローゲートウェイ VM がデプロイされますニックが2つあることがお分かりいただけると思います 外部アクセス用の NIC はインバウンドトラフィックを許可するためのネットワークセキュリティグループをデプロイするためのものですまたニュータニックスのオーバーレイネットワーキング機能であるフローバーチャルネットワーキングではニュータニックス管理者が独自のポリシーを設定することもできますノースサウストラフィックが NAT を通過する場合 インンバウンドアクセス用に Azure からネイティブ IP を提供することもできますそしてこのレンジはアプリケーションに提供されるフローティング IP ですまたニュータニックス v p c がナットしないように設定することもできますそのため接続したい Azure サービスがたくさんある場合やオンプレミス環境に接続したい場合にも同様に接続できますさて デプロイプロセスでこれらがセットアップされると、これら2つの VNet はディアリングされます。この VNet パブリックはデプロイプロセスで自動設定されるものではありませんので、自分で設定する必要があります。一般的には Azure ではハブネットワークと呼ばれるもので、今回はどのようなタイプの VPN でもオンプレミスに接続できることを示すためのものです。また、インターネット経由よりも信頼性のあるものを使用したい場合は、エクスプレスルートを使用することもできます。 この v ネットをデプロイして設定し、ピアリングを行うと、自動的にすべてのベアメタルノードから、このハブネットワークへのルーティングが Azure 内で行われるようになります。以上が NC2 on Azure の裏側で起こっていることです。では最後にまとめです。NC2 でクラスターがデプロイされると、仮想マシンを起動したり、複数の VPC を作成したりすることができます。これにより、 クラスタ上に複数の顧客のシステムが存在する場合などには仮想マシン用のネットワークを分離しリソース有効活用とセキュリティを両立することもできます。NC2OnAzure のアーキテクチャの概要はご理解いただけたでしょうか。それでではままた、次の動画でお会いしましょう。